はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、こんにちは。こたつです。How to Survive 2、やっていきましょう。前回はですね、サラとの戦闘でね、ことごとくやられてしまったんでね、今回はちょっと気分を変えて、こちらのナナシさんとやっていこうかなと思います。はい。海賊放送。あなたが信用のおける人だって証明してくれた。あなたと組む前に私の方もあなたに信用してもらわないとね。何から話そう。あ、まず自己紹介ね。私はレスリー。あなたがケンジと組んだことがあるなら私のことは聞いてるからかもね。へえ、幽霊に会ったみたいな顔してるわよ。ケンジは私が死んだと思ってるのね。完璧だわ。あ、混乱するのは無理ないわね。説明するわ。少し前にケンジと一緒に行動してた時、私は急なメッセージをキャッチしたわ。でもすぐに罠だって分かった。そのメッセージを送った連中は全くのど素人でね。昔妹と一緒にいたずら電話していたことを思い出したわ。そのくらい見え見えだったわけ。とにかく私はそのど素人どもの正体を突き止めようと決めた。いくらど素人でもそいつらの命令したやつがいるということだから。そこに着いた時には誰もいなかったわ。予想通り連中は罠を張ってたけど、私は準備万端だった。連中を油断させるために死んだように見せかけたの。連中が私を狙った理由、答えはシンプルよ。コバックに命令されたから。コバックは邪魔をされるのが嫌いみたいだね。私はケンジのチームで一番の腕利きだった。私は亡き者にすれば手強い敵を排除できてチームを弱体化できるってこと。私が生きているってことは秘密。ケンジに知られるわけにもはいかない。隠密行動がバレるかもしれないから、私はコバックが放送で他のサバイバーを誘い込むのを止めなければならない。あなたの力を借りたい。あなたがコバックと時々話しているのを知っているわ。あなたはやつのお気に入り、そこを利用する。つまりあなたは私ある種の二重スパイになるっていうことよ。私はあいつの主要なトランスミッターの場所まで行くつもり。ミッションの狙いはトランスミッターに手を加えて海賊放送をすること。他のさまようサバイバーたちに私がトランスミッターに細工する間私を守ってくれる。エリアの守りは厳重なはず。どう、決まりで行きましょう。なんとレスリー生きてたんですね。でね、ちょっと私もう若干トラウマになったんで、レベル下げられない。あ、やば。嘘。マジで。レベル下げてやろうと思ったら下げられない。あ、なんてこった。なんてこった。エリートクエストなのに。なんてこった。マジでこの人一緒行動する？マジで一緒に行動しちゃう。マジで？ちょっと どっか閉じ込められないかな。ちょっとね、もう NPC 釣れるの嫌い。だって正直言って邪魔なんだもん。はいはいはい。あ、ほらね、こうなるわけですよ。どっか言えないかな。閉じ込めておきたいな。爆発するって、爆発するってあんた何やってんのよ。ちょっともう困るなあ。ここ閉めるとこがある。ここにちょっと閉じ込めといていいかな。ちょっと来て、ちょっと来て。ちょっとここには閉じ込められなくなっちゃったな。ちょっと来て。あれ、何してる。ちょっとこっち来て。こっちちょっとこっちやって こっちやって。マジで。ちょっとそうそのまま、すぐ起きてきた。で、来て。はい、カモン。じゃ、君はちょっとここにいてください。あ、ちょっと、お願いだからここにいて。お願いだからここにいて。はい。ちょっと待っててね。その間、私、掃除しておくから。いやー。で、何する。セキュリティゲートに到着する。どこだそれ。いや、もうほんとね、 NPC は
本当ちょっと辛い、連れて行くのは。痛い。ほい。はい、爆発して。ダメージ食らわさなくてもなんか爆発するようになったんだよな。辛い。あ、ここでもいいかな、この中。ほい。はい、ここにおいで。はいはい、ほい、ショット。これ開くのか。あ、開くね。お、鉄くず。はいはいはい。さあさあ、おいで。ほい、痛い。はい、痛い。あ、当たらないんだと。痛い。死ぬ死ぬ死ぬ。包帯がない。はい、スパコイナイノーチ。はい、ね、ロシア語だったかな。はい、スパコイナイノーチって言います。ちょっとね、長いからね、なかなかタイミングがつかめないですけど。はい、よいしょよいしょ。はい、スパコイナイノーチ、字幕で出てると思いますけどもね、あの変わった記号みたいなね、文字ですよね。お、久々だな。いやー、ちょっと今回も時間かかりそうだな。ただ死ぬわけにはいかないんでね、今回1回なんで。ほいっと。ではここはなんかあるかな。タワミカンですね。はい、特にないですね。他は降りません。降りれないかった。ほい、はい、よしよいしょ、凝らせ。痛い痛い痛い。ちょ、ダメージ痛いから、ちょっとドックンドックンめっちゃ言うてるけど、なんかもったいないな。おっと、はい、あい、痛い。もうちょっと使おう。こっちがいいかな。よいしょ。ふう、どこまで行けばいいんだ。はい、はい、よっしょよいしょよいしょよいしょ。まず爆発したい。よいしょ。はい、あ、スパコイのイノ、スパコイナイノーチが言えなかった。スパコイナイノーチ。じゃあ発音は分かりませんけども、なんかスパコイナイノーチとか言ってたらあれだ。おっと、久々のワンちゃん。おっと、あんたたち飛び越えてくる。痛い痛い。はい、あれ、おい、えい、はい、あ、一発じゃない。はい、なんだと。はいはいはい、スパコいないのーち。あ、ヘルメットいらないのに取っちゃった。あー、いいだ。でもこの当たらないのきやめてほしいな。ちょっと銃にしようか。銃弱いもんな。でもはいはい、はい、ここも長そうですね。いけるのかな。え、これこの段差ぐらいいけるでしょう。マジで言うとりますか。はい、スパコイナノーチ。
どの辺にいたっけ。あれでいいよ。はい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 。サラのところのよりやつよりはいい。終わっちゃい。やばい。はい。お、いいねー。かっこいい。けど近くまで行かないといけないというちょっと危険な技なんでね、なかなか使えないですけども。あ、こっちか。はい、うん、はい。この中にもいる。お、お、あ、上か。おー、降りてきて降りてきて降りてきて。はいはい。スパッカいないのーち。開けるけど多分何もないだろうね。ないね、やっぱり。いやー、ちょっとレスリー生きてたなんてね。まあ隠密行動するにはやっぱね、味方もこう黙っておいた方がいいというのはやっぱ鉄則だと思いますけども。いやー、でもかわいそうだな、ケンジ。君のためにね、命を落とそうとしているのに、コバックをか倒すために早めに行ってあげてね。ここか。あーあー、なんかワンちゃんいっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。ああ、追いつかれる。追いつかれ、痛い痛い。あかん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 。痛い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 。やばいやばい、包帯ない包帯ない、やばいやばい。はい、痛い。カナブル、カナブル。やばい、包帯がない。やばい、使う暇がない。よいしょよいしょ。包帯がない。あった。やばい、今日はね、ちょっとすんごい暑いんで汗がダラダラ出てきます。私の部屋クーラーがございませんの。やばいです、真夏の日は怖いです。ね、パソコンをね、立ち上げっぱなしにすることがあるんでね、ちょっと危険ですね。クーラー欲しいです。あ、動物の毛が、皮が欲しいんだ私。ちょっとさっきのやつたち落としてないかな。あいつならこれで倒しよこう。はい、行き止まりか。ってことはここに行かないといけないという。で、ここがゲートになるのかな。あー、なるほど。あれを開けなきゃいけないと。その間にあれか、守らないといけないっていうパターンか。やばいな、レスリーダメージちょっと食らってんだけど大丈夫かな。マジかー、ちょっとつらいなー。お、よいしょ、痛い。なんかあるか。なんもねえしなー。あ、やべ、はま、いや、嘘。あ、びっくりした。このゲームリスポーンっていうのはないからね、ハマってしまったら最後だよ。え、これ何？これ何使うの？え？ん？え、どうすんの？あああああああ、なんかごめんなさい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 。なんかごめんなさい。ちょっと
なんかごめんなさい。ちょっと開けて、はい、あ、やばい、落ちた、やばい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 、は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 い、あー、あー、やばい、やばい、やばい、はい、あ、登ってきてる、なんか登ってきてる、あ、びっくりした、びっくりした、登ってきてるし、まだいっぱい来てるし、ちょっと爆弾投げていいかな、開ける、はい、燃えた、今死んだ、みんなこっち来てくんないと爆発しねえんだよな、はい、痛い、はい、はい、そこの、そこの君、そこの君、そこの君、あー、はまった、あ、いけちゃ、そして中に3体ほど前にいなかったっけ、いた、いた、はい、はい、あ、やってて、はい、いやー、まさか攻撃したら警報が鳴るなんて思ってもみなかったよ、そこまでリアルだと思わなかったよ、もうやられた、コバックめ、コバックめ、許すまじ、レイラと、レイラ、レスリーじゃなかったっけ、あれ、お、ちょっと待って、ちょっと待って、セキュリティキーを見つけるの、じゃあ別にあんたいなくていいんだな、じゃあ、じゃあ、あ、ちょっと乗ってて、チミ乗ってて、チミ乗ってて、あ、でも近くまで連れて行こうか、どうせなら、この中でちょっと待っててもらおうかな、あ、レスリーじゃない、レイラだな、レイラって呼んどこ、レイラ、この中で待ってるんだろ、ちょっとこの中、この中、ちょっとここ、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 もうちょっと、そうそうそう、ここ、こっち来て、いや、こっちここ、ここ、ここ、そう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 、ここ、ここ、ちょっとレイラ、ダメだ、登る気ねえよ、この人、マジか、どっか閉じ込められないか、閉じ込められないかな、そう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 、そこで待ってて、そこ、あの、ごめん、通して、通して、よいしょ、あれ、閉じる、閉じ、あれ、閉じる、閉じる、 OK、 そこで待ってて、君のためなんだ、で、セキュリティかキーがどこって、え、こん中、あ、もしかしてこれを、あー、あー、はーはーはー、え、いや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 、え、これで行くの、そんなバカなそんなバカなだったわ、多分こうだわなんという、ちょっと先に開けていいかな、怖いんで、ね、また警報鳴られて怖いんだけどね、じゃあちょっと開けて、
はい。なんかバグってません？ちょっとなんかバグってるんだけど、怖いからやめて。そういうなんか誰もいないのにドアが開け閉めするよみたいな、怖い。ちょっと怖い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 。おーい、レイラー、レイラー、ちょっと怒ってないで。ちょっとレイラーこっち来て。レイラー、レイラー、え、ちょっとやばい、レイラーがマジで怒ってる。ちょっとレイラー、え、嘘。ちょっとちょっとレイラー、動いてマジで、冗談抜きで、ごめんって、置いてけぼりにしたのわか悪かったって。マジで？ちょっと、本当に動かない。やばい、冗談抜きで動かねえ。レイラさん、レイラさん、ごめんなさい、動いてください。マジで？やばい、嘘でしょ。嘘、これ詰んだ。あかん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 、レイラ、あかん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 、あ、君降りちゃダメ。ふう、ん？ OK？ おお、あれでもなんかレイラが来ない。レイラー、レイラー、レイラー、また動かない。おーいけたギリギリだったけどやり遂げたので、いい調子をはにわえ、誰かに見られる前にキャンプに戻りました。終わりましょう。いやー、ちょっとね、まあどうやったかっていうとこんな感じでやりました。いやー、やばいと思った。3回目にしなきゃいけないと思ったけど、よかったよかった、いけたということで終了。いやー、まさかね、こんな荒技でクリアできると思ってなかった。ミッションは大成功よ。あなたの腕を信じていたわ。近いうちに次の作戦でまた会いましょう。それと忘れないで、私の話したことは私たち二人だけの秘密よ。OK。
検事と小爆には死が私が死んだと思わせておかなければ。いやーよかったレイラのクエスト無事クリアいたしました。ってことでまた次回お会いいたしましょう。じゃあねー。